才能を持ってる人がいるんですけど、結構使い捨てされちゃうことが多いんですよ。なんでかっていうと、注目の新人が出てきましたってこう有名なギャラリーとかが扱うわけですよ。で、一気に値段上げちゃうんです。もう1枚100万とか。で、最初は売れるんですよ。ところがやっぱり高すぎて、コンスタントに買ってくれる人はあんまり出てこないんですね。で、こうすると、例えば年に4枚しか絵が売れませんってなったら、100万円ででも400万円しかならないわけですよ。で、これを、不安定だったら続けていけないわけなんですよ。で、ある日、お境に、このギャラリーっていう風に絵をいっぱい集めて売る画廊みたいなところって、他の、あのね、若手の人を見つけてきて、注目の新人です、ドーンってまた出してくるんですよ。したら前の人って、もうそこで紹介してもらえないじゃん、あんまり。で、これで破産しちゃったりとか、絵やめちゃった人がいるんですよ。